新型コロナウイルスの感染拡大で運転手の確保が困難になったとして、西鉄は昨日、8日から一部のバス路線を運休すると発表しました。西日本鉄道によりますと、8日から21日まで運休となるのは、福岡市中心部を運行するキャナルシティライン線と、都心や博多港方面を連接バスで循環する路線の全便などです。北九州でも小倉と黒崎、折尾や戸畑を結ぶ特快の路線で連接バスが運休します。新型コロナ第7波の感染拡大で、運転手2600人のうちおよそ100人が感染したり濃厚接触者になり、運転手の確保が難しくなったということです。一方、天神大牟田線など鉄道については、現時点では運休の予定はないということです。